見習いレベル5とは思えないですよ。見習いの控え室白いな。本物やろ。ビジュとヤジの白かよ。ねえ、すごくない？別に張り紙ぐらいさ、ゲストでよくない？カタクラなんだろう。カタクラなんね。いわきサンシャインマラソン、前夜祭ですね。一回席つきます。ああ、すみません。いいですか。よし、ありがとうございます。なんで大谷さんぐらい聞き取れなかったよ。出していくぞ、武田でございます。刻んでいこうぜ、よしきでございます。何を刻んでるか当ててみてー。なるフラッシュとやられたら嫌だな。いきます。本番でやられたら、うん、ゆで卵。あー惜しい。メヒカ。これから前菜パーティーということで、ゲストランナーの皆さんとかみんなでパーティーするんですけど、テキーラとかあるのかな。それはね、パーリーだね。パーリー今日はパーティー。パーティー。ああ、よかったよかった。着いた時に、スタッフの方から、いわきの名産品というか、いくつかいただいて、ちょっと、せっかくなんで紹介させてもらっていいですか。はい。うん。これとこれと。よーる紹介する気ないだろ。紹介してくれよ。反抗期か。反抗期だよね。なんだこれ。弾き立つた。イカスミソースで、やったやつですね。めっちゃくちゃうまそうやん。石炭焼き？うん。ちょっと、地元だから一応。でも有名なのそんぐらい。いや俺はね、まあ初めて聞いたんだけど。よーる。いやでも石炭が有名なのは知ってる。ああなるほどね。おお。次が出ました、メヒカリ塩チョコレート。いやこれは、はい、めっちゃ聞いたことある。嬉しい。えこれ食べたいね今。いややだよお前の食え。メヒカリチョコレート。マジで有名だから。バレンタインデーとかホワイトデーにもおすすめです。ああ、ホワイトデーあげよう。誰に、うん、誰に向け聞いて。誰にあげんの、うん、よーる多分童貞です。童貞のトーン。うわ、すごっ。これさ、メヒカリの形してるだけでしょ。メヒカリ入ってるわけじゃないでしょ。わかんねえ。ワンチャンメヒカリ入ってるよ。メヒカリの形した、はいはい、あと塩チョコだから塩が乗っかってる。いいね。いただきます。はいはい、どうぞどうぞ。本当にただのチョコ。メヒカリは入ってない。入ってない。めっちゃうまいよ。マジで食べていい？ありがとう。いや、結構本当にうまいよ。うまいわ。うまい。うまい。もう一個か。スパークリングワイン。ダッシュワイン。梨ね、いわき市梨も有名ですからね。あ、そうなんだ。マラソン終わって、そうですね、美味しく飲みましょう。あ、いいですね。今日の動画の見どころは、僕らで何回もお話しさせてもらいましたけど、見習いランナーと。今回そのウェルカムパーティーで、今回は柏原さんと野口みずきさんを詰めます。明日のフルマラソンよりも今日柏原さんに挨拶することの方が緊張してるから。そちらの掛け合いも今回楽しみにしていただいて、さらにもう一個、これはゆうすきさんちの住所。あ、そう、あ、こちらがよしきさんちの住所なんでね、見ようと。俺この間さ、リアルイベントで男の視聴者がね、携帯持ってよしきさん、見てください、よしきさんが住んでるとこ、ここですよねって言ってきて、サイコパス。どうしてここって思ったの。動画見て、全部あの間取りとか調べてとか言って、トランスフォーに行ってんの。いやいや、大人よ。大人悪気ないやつってのは知ってるんだけど、でも怖いよね。来ました、明日の武田のゼッケン。はい、じゃじゃーん。いや俺はもうちゃんとここが入ってる。いいね。このダッシュで行こうぜ、このロゴをちゃんとしっかり入れてくれるのは、いわきサンシャインマラソンさんだけです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。という感じですか。そうですね、はい、とりあえず一回機会ということで、はい、明日頑張ろうよと。行きましょう、参りましょう。ダッシュで行こうぜ。ただいまよりフラの町いわきをかける風になれ第15回いわきサンシャインマラソンの開会を宣言いたします。バイバイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。気合入ってますね。気合入ってますよ。頑張ってくださいね。はい、はい、頑張ります。ゲストランナーの役目はね、ゲストランナーですよね。箱根駅伝の去年じゃなくて、こうしたら去年してもらったんですけど、本当は俺らもあそこだよね。乗り込む。ちょっとお願いします。お前が止めて、ああ上に上がったら、あと俺が全部やってやるから。マジで詰めてもらえる。ああ、全部。じゃあ俺特攻隊長で行くわ。ああ、頼む。お前足軽ね。ああ、オッケーオッケー。足軽。俺大将。お願いします。上り坂と一緒で後半になると、特にこう体が浮き上がってきちゃうんですね。こう押されて、あの強度だよ。
厳しい。じゃあ野口さんどうですか。ファイヤということで登場していただきました。 GKT プロジェクトです。拍手。よろしくお願いします。ダッシュでござ。どうも武田でございます。木山でござ。屋敷でございます。よろしくお願いします。ガチの先輩ですからね。柏原さんはお二人にお会いしたことは、はい、ありますし、武田くんがね YouTube 始める前ですかね、はい、に酒井監督の監督室にカメラ持って酒井監督に取材いいですかって入ってった。あれが将来 YouTuber になるやつ出てきたなってつぶやいたら本当に YouTuber になった。これはびっくりした。それはそうなんです。予言者、予言者。ただ YOSHIKI に関してはなるとは思ってなかった。面識は昨年で出てましたよね。で走った後にすごい裏の方、なんかステージの裏の方でめっちゃこうやってなんかもう出たくねみたいな雰囲気だった。そうペースメーカーをしてたんですけども、はい、僕の方が35キロ過ぎに足をつってしまう。何やってんすか。フルマラソンは何が起きるかわからないのを含めて面白いですよね。いい風に言ってんじゃねえぞ。去年ですね、内田市長に実家談判させていただきまして、短距離選手で、長距離フルマラソン未経験の僕が5時間を切れましたらゲストランナーに推薦していただけませんかというお話をさせていただきまして、目標も達成しました。5時間切ったんですか。切りました。初マラソンで。初マラソンです。ありがとうございます。ありがとうございます。記録は記録が4時間37分。すごい。かねて2024三社マラソンはゲストランナーになるはずなんですけど、見習いですね。しかもここのステージに立つのも今ギリギリギリで、今年はことしてじゃあまた新たな目標を、はい、目標を掲げさせていただき、目標発表してもらいましょう、はい、今年はちょっと恥ずかしいな。早く4時間半を切ったら、はいはい、再推薦かっこ強く、ちょっと聞いてください、これだけ言わせてください、はい、僕は正真正銘本当の短距離選手です。いまだに10秒で走ります、はい、100m10 秒で走りながら4時間半を切るんです。すごい。ずっと10秒で 42.1。 あー、もう話が分かんないな。よく分かんない。一旦さ、市長に聞いてみない。あ、いいですね。この2人がね、非公認から見習いということで、はいはい、少しこう格を上げさせていただきましたけどですよ。今日ね、ゲストランナーこの2人ですからね。こんな感じで、いいですね。いいですか。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。OK。 ということで、もうそろそろね、時間が迫ってまいりましたので、下の思いとか目標とか、なんかいろんな皆さんへのメッセージとかをいただきたいなと思います。大事にしていきたいなとこれからも思っておりますので、まずは自分の目標である明日4時間半をしっかり切って、皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしていわき市出身です、よしきさん、はい、お願いします。はい、明日なんですけれども、武田のペースメーカーで4時間半を切れるように僕も全力でペースメーカー頑張りたいと思います。またいわきサンシャインマラソンをこうやってYouTube で紹介できるってことにすごい誇りも誇りというか、すごい感極まるものがあるんですけれども、来年、去年もその動画が10万再生を突破いたしまして、いや本当に嬉しいなって思います。なので今年も全力でいわき市をたくさん頑張りますので、今後とも TKD プロジェクトを応援よろしくお願いいたします。よろしい。ありがとう。